6月20日、イギリスが面白いに出演のソプラノ佐竹直美です。ソプラノ佐橋美希です。バリトン賀来徹です、そうですね、今年は、ブリテン生誕100周年という記念の年ですので、ぜひブリテンの作品を、取り上げたかったということと、そして、19世紀末からそして20世紀にかけて、イギリスの歌曲の世界は思いっきり花開いた時代なんですね。それらの本当に言葉の、色彩豊かな、詩に、そう繊細であり、そして時には大胆であり、そしてウィットに富んだ、そういう楽しい、イギリスの音楽の世界を、このイギリス音楽を愛する、メンバーでぜひお届けしたいと思いました。私はガーニー作曲の5つのエリザベス朝の歌を歌わせていただきますが、私自身はコルンゴールドという人の曲と、それからクイルターの曲を歌ったことがあるんですけれども、同じ詩で、全く違う曲になっています。イギリス独特の本当にちょっと暗め のメランコリックな、曲奏になってて素敵な曲ですので、ぜひ楽しみにしていてください。ブリテン作曲の「オン・ディス・アイランド」「島で」という作品を歌わせていただきますが、この中の一曲に「シースケープ」という作品があります。海の風景という作品なんですけど、その詩を読んだ時にもうとてもその書いてある情景がぜひぜひ見たくて、そして今年思い切って、フランスからイギリスにドーバー海峡を渡って、そしてその詩の、に表されていますホワイトクリフという場所を見てきたんですけど、もうオーデンのその鋭い、表現に、ブリテンの大胆な音楽が作られている、とても素敵な作品です。でもその風景を皆様に、ぜひ歌でお届けできたらと思っています。私は、ジェラルド・フィンズィーという人が作曲しました、I Said to Love という歌曲集を演奏するんですけれども、この歌曲集は、私が、大学のですね、修士の演奏でも、修士論文のテーマでも挙げた歌曲集でもありまして、それ以来、何年かぶりに歌わせていただくんですけれども、すごく15分くらいの、短い歌曲集の中で、曲調がですね、いろいろ変わりましてで、詩の内容も、すごく美しくてですね、言葉一つ一つ、単語一つ一つが、まるでもうそのまま音に流れるような、フィンズィーのですね、素晴らしい技法と、少し分かりにくいところもありながらもやっぱり聞きやすいメロディーが主体となっておりますので、まだマイナーな曲ではありますけれども、きっと一回聴いただけで馴染みやすい曲になっているのかなと思っております。二機会ウィークサントリーホール2013、6月20日イギリスが面白いブリテン生誕100周年を祝して、皆様のご来場をお待ちしています。